最初性的な目で見れる人が一切いなくて焦った、うん、ああ、てかさ一番大事だよね。そうそう、そこがないとダメ。そうだね。そう、最初なんか大君のなんか性的に見れなかったのね。でもなんかちょっとずつそういう男らしさみたいなのが見えてきてた。わ、うん、かる。なんかなんかね、好きってね、うん、なんかいろいろ進めてくれたりとかね。で大君しかちょっと今性的に、うん、そのやっぱみんななんか性的じゃなくて、うん、同性として好きって感じ、うん、言ってることわかるよね。わ、うん、かる。みんななんか同性として気があって、うん、みたいな。大事だよね、性的な目で見ること、うん、要素としては大事かも。例えばりょうくんのことをすっごい色気あると思う人もいるし、うん、ないと思う人もいる、うん、そういう人に出会いたいよね、うん、自分のことをそう思ってくれる人みたいな。でそこでさ、まあ、自分もその人がさ、うん、好きだったらめっちゃ幸せだけどね。幸せ、マジでそれはほぼとほぼない。一番幸せ、それは奇跡。奇跡ですよね。奇跡すぎだ。マジでそう思います。